はい、よろしくお願いいたします。今回ですね、ちょっと嬉しかったことがあって、YouTube をご覧になられている方から、こういうものを送っていただきました。これは野生馬と言うんだそうですけど、長野県の、こう風習でですね、涅槃会って2月の15日ですけど、お釈迦様が亡くなった日に、お寺で野生馬というお餅ですね、お花の絵の描かれているお餅なんですけど、これをお供えするんだそうです。そういうものを送っていただきました。どうもありがとうございました。個人情報があるんでお名前は申しませんけども、各地方いろんな風習があるんだなっていうのをまた改めて知ることになりました。今日はですね、基本的に税金がかからないと言われる宗教法人のお話をしようかなと思います。これはですね、数日前ですね、和歌山県でお寺が脱税したというのがニュースになりました。それでその話をたまたま昨日ですね、知り合いに話したら、お寺って税金かかんないんでしょとか言われたんで、やっぱりそういう一般の方は認識なのかなということで、ちょっと前も少しお話したことあるんですけど、お話しようかなというふうに思います。大体要するに昔からですね、坊主丸儲けとか、そういう言葉があってですね、お寺は税金がかかんないという、こうイメージを持たれる方が多いかなというのは思います。これに関してはですね、話によると、これははっきりわからないんですけど、もともと清浄仏教圏の方がですね、大乗仏教の批判をするときに、こういうことを言い出した。要するに清浄仏教圏の方はですね、法事とかお葬式ということをあまりやりませんので、そういう、日本の仏教とか、そういうものに対して、こう批判するときに、そういう言い方をしたというのを聞いたことがあります。実際は、はっきりしないところもあるんですけど、そんなことで、ともかく日本では、そういうふうにこう思われている、定着してしまっているっていうのがあるかなと思います。まずですけど、宗教法人に税金がかからないと言われるのはですね、宗教活動というものに関してです。でその宗教活動とはどういうことかというと、基本的にはやっぱり法事とかお葬式ということです。お寺のですね、会計の話をすると、お寺というのは宗教法人です。ですからそういう、こうお布施と言われるものはその宗教法人に入れます。でその宗教法人から従業員ということで、住職とか給料の形でもらいます。でその給料に関しては当然ながら所得税とかいうものもかかります。なんですかね、営利事業と言われるものですね。例えば駐車場を貸すとか、お家を貸すとかですね、そういうことをすると、それには税金がかかります。固定資産税とかいうようなものもかかります。なおかつお寺の場合はですね、本山というようなところに納めるお金というようなものも出てきます。なんで、一部分が、要するに、課税されないということだというのが本当のところです。でニュースになったことなんですけど、これは和歌山県ですね、和歌山県の田辺市、あとすさみ町というところなんですが、住職2人がですね、お布施というものを、個人の通帳に入れてた。これは普通ありえないことです。お寺というのは、先ほども言いましたように、宗教法人にお金を、会社でもそうですね、売り上げっていうのは会社に入れますね。でその中から給料っていうのをいただいていくわけで、それは本来変わらないところであるはずなんですが、ここで、この人たちがやったことを、全てが分かるわけではないんですけど、ある程度想像できるところとして言うと、和歌山県っていうのはかなりですね、過疎が進んでまして、お寺で住職がいないお寺っていうのは結構あります。私の周りでも聞いた話によると、一人で、周りのお寺6軒7軒8軒というふうに見ていると
いう方もいらっしゃいます。でそういう感じのお寺のようです。この住職2人というのはですね、やっぱり七八ヶ寺のお寺というのを、兼務住職とか言いますけど、お寺が、人がいるところが自分のところのお寺として、それ以外に住職がいないお寺を面倒見るというような形を取るんですが、そういう形を取ってたお寺です。で、多分ですけど自分のお寺に関しては多分そういう形を取ってた、正規な形を取ってたと思います。当然ながら宗教法人に入れてそこから給料をもらう、ですが他のお寺に関してをみんな要するに個人収入みたいなのにしてた、これも非常にまずいことであって、そのお寺はそれぞれお寺があった、独立したお寺がありますね。そのお寺に一度やっぱり宗教法人に入れてその中から一部、それをもらうというような形が、正式な形です。で、この事件ではですね、お布施をすべてそこの自分の個人通帳に入れて、その金額が7年間で1億5千万だそうです。で、これは国税、大阪国税局ですかが入ったそうですね。我々のお寺でも税務署来ますけど、国税が入るなんてことはまずありません。私のところですと、規模ですと、やっぱ都税事務所というのが来ますけど、国税というのは来ません。ですがやっぱり億を超えるお金なんで、そういうことになったんだと思いますけど、それでですね、結果的には7800万円の追尾課税ですか、をしてしたそうですけど、源泉所得税だそうですけど、こういうことです。で、あとお寺のことはあまり一般の方は詳しくありません。ですから無税だというふう認識を持たれるんですけど、あとですね、よく言われるのは帳簿とかどうなってんだと言われますが、帳簿は当然ながらつけてます。で、うちなんかの場合は会計士さんにお願いしてますけど、それはですね、その後その管轄である東京都にもその帳簿というか会計というのも出してます、そういうことがあります。ただこういうのややこしいところはですね、資産とかの部分で書かなきゃいけないところで仏像とかあるんですね。で、仏像っていくらするんだというの、これ信仰の対象なんで値段のつけようがない。しかも何百年って続いているんですが、それを美術品と見るかっていうとお寺ではそう見ません。ですから私どもなんかでは仏像に関しては0円とか書いてますけど、そういう、ちょっと特殊なところもあります。それからよく言われるのが、お寺っていうのは個人っていうか、住職の家族とか、そういうのが住んでますね。なんで光熱費とかいうのはどういうふうにしてるかというと、水道代とか電気代とかいうのは大体お寺と個人で半々にしてます。それからあとですね、お寺の経費として認められるものとしてはですね、お寺の維持管理、そういうために土地、植木、そういうものの、植木屋さんに入ってもらうとか、そういうものは経費でなります。それからあとですね、基本的にあとストックをある程度作んなきゃいけないですね。要するに壊れた時とか修復工事とか、あと建て直しとか、そういうことがあるんで、そのためにストックを作る。で、そので私の感覚的なもので言うとですね、お寺の収入の給料は3分の1ぐらいかなと、こんなふうに思っています。で、例えばですね、これうちの宗派としてはやったことないですけど、浄土真宗さんなんかの、データによると、年収、300万以下が6割ぐらいあるということです。で、ちょっと単純計算したんですけど、その和歌山のお寺ですね、七八ヶ寺、兼務しているということなんですが、その一ヶ寺につき300万だとして、そうすると大体月のそこから出してもらえる給料というのは10万ぐらいかなと思います。それが標準的なところかなと思います。ですから7カ時8カ時やったらですね、それでも70万とかになりますけど、私どもなんかのところはですね、兼務しているお寺はありませんので、自分のお寺だけなんですけど、多分この人の感覚だとですね、その兼務したお寺が
アルバイトのような感覚を持ってたんじゃないかなと。まあ、アルバイトでもまあ金額が大きくなればいけませんけれども、まあ、ただまあこういうことがあるとですね、やっぱりまた坊主丸儲けとかですね、まあ、そういうことを言われて非常によろしくないなというふうに思いました。あとですね、他に、まあ、これは税金とは直接関わらないんですけど、やはり同じニュースですね、福岡県の広川町っていうところで、まあ、こう田舎らしいんですけど、裏穴があって、そこに仏様がある、十三仏って、まあ、十三の仏さんがあると。で、その十三仏をですね、蹴りを入れてですね、破損してですね、撮影していたと、まあ、いうのが、やっぱりこう、ニュースとしてありました。まあ、ここはですね、肝試しに使われたりとかそういうこともあったようですけど、これはやっぱりこう、なんですかね、よく言う迷惑系 YouTuber とか、まあ、そういう人なのかなというふうに思うんですが、まあ、最近は他にもですね、お寿司屋さんとかで、まあ、こう悪さをしたのが話題になったりしてますけど、やっぱり何ですかね、まあ、こう視聴率というか、そういうのを上げるために、視聴者を上げるために、まあ、そういうことをやるんだろうと思うんですけど、やっていいこと悪いこと、まあ、というのはですね、やっぱりちゃんと境界を持って、やらないといけない、特にですね、私らの宗派としては平たい言い方をすると罰が当たるじゃないですけど、罰が当たるっていうのは自分に直接こうなんか あるかどうか分かりませんけど、精神的に健全に保てなくなる、そういうこともあるかなと思いますので、まあ、こういうことにはですね、やっぱりこう問題提起をしていかなきゃいけないかな、なんていうふうに思います。そんなことで、まあ、今日はちょっとですね、まあ、こう税金がかからないと思われているんで、まあ、そこら辺のお話をちょっとさせていただきました。まあ、そんなことで、まあ、今日は終わります。本日はどうもありがとうございました。